様、こんにちは。ありがとうございます。ご紹介いただきました参議院議員の真山雄一、キャッチプレーズは思いっきりの真山雄一ということで、皆さんに、常に、接しさせていただいております。今日はあの私の大事な政治の友達であります山崎誠さんの、帰国集会をおいでいただきまして本当にありがとうございます。コロナもあり、それから急に寒くなって、今日はしかも雨が降っている中、本当にありがとうございます。あの新しい党がスタートしたということで、あの集会、私なんかも集会やりたいんですけども、なかなかやはり難しいなという状況の中で、今日は本当にあのおいでいただいた皆さんには感謝申し上げたいというふうに思います。この泉区の仲間、今日はあの山崎さんの他に、松本清県会議員、それから福本理恵、市会議員、ちょっとごめんなさい、これすいません、福本理恵市会議員もあのお揃いで今日迎えていただきました。本当にいつも、今の横浜ご存知のようにカジノの署名をやっていますね。今皆さんお入りになった入口でも署名あったと思うんですけれども、今署名活動をやっております。実は私も、この後一旦の横浜の西口に戻りまして、今日今あのやることになったので、そちらに参加するので、ちょっとあの、中抜け途中で失礼させていただくことをお許しいただきたいというふうに思います。さて、そのせっかく新党スタートのキックオフ集会ということで、今日は岡田和也さん、もう本当にあの私は民進党、当時民進党でしたけれども、4年前の参議院選挙の時に民進党で大変お世話になった方でして、その方がこの山崎さんの最初の集会に来てくれると本当に嬉しいなという、そういう気持ちで今日はこちら駆けつけさせていただきました。今新しい党がスタートしたことということで、皆さんご存知かもしれませんし、後からまた岡田先生からいろいろ話が出ると思いますが、とりあえず衆参150人でスタートしたということですね。一人あの副議長さんが出てるので、実際には副議長というのは中立的な立場になりますので149人で、参議院の方はそのうちの44人です。参議院は44人で、スタートしました。衆議院も参議院ももちろん野党第一党、大変大きな責任があります。だからこそ、来たるべき選挙には必ず勝って、そして政権交代可能な野党として、やっぱり大きくなっていかなきゃいけないというふうに思っています。そのためには、やはりこの皆さんの地元からはですね、山崎誠さん、もう絶対に選挙区で当選してもらいたい、私はそういう思いを持っております。ですから皆さんのお力をぜひお借りしてやっていきたいというふうに思っています。ただあの政権、もうやっと政権もですね、あのとにかくテレビで安倍さんの顔を見たくないよという人がもう本当に多かったんですよね。その安倍さんの顔がやっと消えたなと思っていたら、菅さん、まあ、あの一応その神奈川の地元から総理を出るということで、まあ、喜ばしいことなのかなという反面、やっぱりあの何よりも私はちょっと残念だったのは、安倍政治を継承するといったことですね。やっぱり安倍さんと同じことをやられるんじゃ、ちょっとどうかな、そういう思いをすごくやっぱり持ってます。新しい総理になったんだから、何か新しいことを打ち出してもらえないか、そんな期待もあったんですけれども、やっぱり安倍さんの政治をそのまま受け継ぐっていうんだったら、これは地元からの総理大臣としてもやっぱり戦っていかなくちゃいけない、そんなふうに今あの感じています。で、早くですね、早く国会を開いて、で、あの首班指名たった3日間ですよ。3日間で国会終わっちゃった。本格的な論戦何もしない、菅新総理は一体何を考えているのか、何をやりたいのか、全く今わかりません。もう本当に一刻も早く国会を開いて、やはりそういうことをしっかりと所信表明という形で国民に語るかけるべきだというふうに私は思っているんです。外交をどうするのかとか、それから今一番大事なコロナの問題をこれどういうふうに対応していくのか全く分からないです。私が心配しているのは、むしろ今安倍政権どうでしょう、皆さんスタートして感じるのも、いろいろとなんかあのアドバルーン打ち上げますよね。デジタル庁を作るとかっていう話もありますし、それからハンコをなくそうという話もありますし、それから規制改革、もう規制改革なんかもうこれまで繰り返し繰り返し言ってきているけど、なかなか
できない、その規制改革もやるぞとかっていう声も上がってる。いろんなことをこうやるような気配はあるんですが、そういう細かいことも大事ですが、それよりもやっぱり今やらなくちゃいけないことはコロナ対策じゃないでしょうか。その大事なコロナ対策のためにですね、取っていた10兆円をだいぶ使ってきてますけども、予備費となったわけですよ。予備費覚えていらっしゃいますか。10兆円も取っていたんです。異例のことです。その中からこともあろうにこの2、3日の新聞で伝えてますけども、中曽根さんの国葬のために9600億円を出してるんですよ。大事な予備費、これはもう何のために予備費してたかといったら、私はやっぱりこのコロナ対策とか、それからこの秋になってまた台風なんかの水害とか災害が起きますよね。そういうためにお金がかかるから取っとこうというはずだったのが、やっぱりあの時勝手にですね、9600円のこうそういう形で出費してしまう。だから、むしろその、まあいいかもしれません。でも私はやっぱり反対です。国葬なのというのはもう今、時代遅れって感じませんでしょうか。私はそんな気がしています。それで、菅総理は、辞書工場、工場、ね、自分で責任持ってやりなさい。葬式ぐらい自分で責任持ってやってほしいっていう、そういう感じしませんか。ね、国葬もいいけど。9600万円、大事なこのお金はやっぱり、一市民として、一国民として感じるのは、やっぱりコロナ対策に使ってほしいと、私は本当にそう思います。やっぱりちょっとおかしいですね。そして、まあオリンピックもそのコロナ次第ですが、やれるならやろうという方向に動いてますけれども、私はこういう一連の菅政権のこの新しい政権の動きを見てると、なんかコロナ隠しをしてるんじゃないか、そんな気すらしてなりません。コロナも今少しずつ収束してるかのような数は減ってきてますけれども、でも依然としてデータで見るとやっぱりそんなに極端に少なくなってるということはない。で、例えば私たちが住んでるこの神奈川、横浜もやっぱりまだかなり数の多い感染者が出ている。いつまた感染爆発が起こるか分かんない、そんな状況の中にあるっていうことはしっかりと見極めなくちゃいけないと思いますし、やっぱり今一番私たち感じるのは、特に国会でですね、いろんな声を聞いてると、もちろんお勤めで収入が減ってる人、お店を開けてて、お店の売り上げが少なくなってる人、大変な人いらっしゃいますけども、その中でやっぱり今も大変だなと思うのは、やっぱり医療関係者、介護の関係者です。で、特に医療関係者、病院はコロナで、やっぱり大変こう厳しい状況にあるにもかかわらず、あとやはりコロナということで心配で、この中でもいらっしゃるかもしれませんよ。やっぱり病院って取ってた様のところにも怖いからといって病院行かない方もいらっしゃるんじゃないかと思います。で、持病なんかを持っている方はやっぱり定期的に病院に行かなくてはいけないけれども、なかなかその病院行かなくなっていて、ですから病院というのは今二重苦になっていると思います。一つはコロナの対応で、やっぱり従事者、医療従事者がコロナにかかる危険性が非常に多くなっているということと、それからもう一つは患者さんが来ないことによって、お医者さんもそうです。お医者さんだってお店と同じですよね。患者さん来なければ収入ないわけですから、今お医者さんも大変収入が少なくて困っている。そして20区といったら、もしかすると30区ですね。その2つの方にもう一つあります。それは患者さんの方のことですけど、患者さんもお医者さんのことを控えることによって、自分の持病とか、あるいは突然病気になってお医者さんに行くと手遅れになったり重症化していることがあるんですね。やっぱり今までお医者さんに我慢してたから、自分のある方なんか我慢して、あ、やっぱり我慢できないなって言うんで、お医者さんに行ったら、いや、もうちょっと早く来ていただければよかったのにっていうケースがずいぶん多い。そういうことをお医者さんの段階から私に伺いました。そういう治療の遅れ、そして重症化、それから特にやっぱり健康に大事な口の中ですね、歯医者さん、やっぱり歯医者さんなんかも、歯が悪くなるということはちょっと病気と違うので、もしかすると皆さんもあんまり気にしなさらないかもしれないですけども、やっぱり今健康な生活を送るためにはやっぱり歯が大事じゃないかなというふうに思ってるんですが、その歯が悪くなってしまったりとか、そういうことがあるというふうにお医者さんの団体からいろいろ相談を受けました。ですから今日こちらにいらっしゃっている方で、もし
ね、持病もお持ちの方いらっしゃるかもしれませんし、なんか最近ちょっと調子おかしいな、あるいはお医者さんはそういう時にすぐ行かないとやはり何かあったら大変だというふうに私は思っていますし、お医者さんもそういうふうに症状があるなら早く来てください、そんなことを呼びかけておりますので、ぜひこれを皆さんにお知らせしておきたいと思います。で、私お医者さんなんでそれ以上あまりこれはあると言いませんけど、そういうことはぜひ皆さんも心しておいていただきたいと思うんですが、あと先ほどお話がありました、私がやっぱりこれから新しい政権、そしてこの新しい時代にやっていかなくちゃいけないということは、やっぱり山崎さんと同じようにエネルギー政策じゃないかと、これも非常に大事で、私も反原発でやってきています。山崎さんは党のエネルギー部外相というのをやってエキスパートですね。私はエキスパートの、山崎さんのエキスパートのパートぐらい、パートぐらいはちょっと減らしていただいておりまして、これまでは原発ゼロということを言ってきましたけれども、やはりゼロにだけということじゃない、ゼロにするんだったらどうする、大体はちゃんとやっぱり山崎さんの私たちが考えています。原発をなくすためにはどうするか、やっぱり再生可能エネルギーを普及させること、もう 20% に来てますよ、自然エネルギー含めてエネルギーの多様化、やっぱこれはやればできる。でも国は今あんまり太陽光発電がいっぱいたくさんなっちゃって困るなって抑えてるぐらい、そんなことまで今してる、そうじゃない、逆だと思います。原発は稼働をやめても、やはりエネルギー、自然エネルギー、再生可能エネルギーをどんどんやはり開発して、そしてそれがやっぱり経済にいい影響を及ぼすという、そういう経済のサイクルをやっぱり作っていかなくちゃいけないというふうに私は思っています。そして今この横浜ではカジノです。総理の膝元に博打場作るって皆さんどう思いますか。あんまりね、聞いたこともないし、あんまりいいことじゃないですよ。アメリカだったらワシントンに博打場作るんですよ。イギリスだったらロンドンに博打場作る。そんなことをしますか、普通。私はしないと思います。やっぱりね、総理の人のことに博打場作る、そんなことは絶対にやめた方がいい。横浜の環境が悪くなる。教育上も良くない、ろくなことはない。しかも今コロナで、もうアメリカのカジノをやろうと思って会社がみんな撤退しちゃった。もう何もやる術がないのに、まだ横浜市は諦めません。まだやると言っています。私たちはやめるというまでやりたいと思います。そのために皆さんから住民投票の協力をぜひお願いしたいというふうに思っています。またこれから私たちは政策を決めて、しっかりと野党第一党として頑張っていかなくちゃいけないし、そして政権交代可能なやっぱり野党にしていく、これは私たち野党第一党の大きな使命であり、やはりやらなければいけないことだと思っています。この後岡田先生からですね、その辺の政権やっぱり取った時の経験をお持ちの岡田先生からやっぱりどういうふうにやって、これから野党は政権を交代実現するか、私はもうこれが一番これから大事なことだと思ってますし、選挙もいつだか分かりません。もう本当にもしかすると臨時国会が始まる10月末、11月、そのあたりにそんな話が突然出てくるかな、そんな感じもしますし、非常に今国会は緊張した状態が始まってきています。そのためにもぜひ今日の集会いらした方だけでなく、お知り合いの方にもぜひ山崎誠、この皆さんの選挙区から、神奈川5区という選挙区、ぜひ私の大事な友人の山崎誠のために皆さんのご支援をいただきたいというふうに思います。この後岡田先生からじっくりと政権交代、その辺の話伺わさせていただきたい、皆さんもお聞きになっていただきたいというふうに思います。ぜひ皆さんと一緒にこれから新しい党のスタート頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。